えー、そんなわけで今日の特集なんですが、まあ、漫画はね、えー、古本屋さんに行って、ブックオフじゃないやつね。えー、まあ、ブックオフにもなくはないかなとは思うんですけどね。なちょっとあるんだけどね。まあそうじゃなくて漫画好きのための古本屋ってあるじゃないですか。まあ、そこに行って、えー、どんな漫画を買ったらいいのかっていうね。その時に、なんかヤンさんとか見てれば、手塚治虫とか、長井ごとか、そういう話、あの、やたらと言葉出てきますからね。あの長島真治とかね、たまに言ったりとかしますよね。で でもほとんどの人が、長島真治と水島真治の違いが分かんないと思うんですよね。もうね、もはや、Z 世代は。Z 世代水島真治知ってんのかなみたいなね、ちょっとありますよ。本当に。えー、その状態で飛び込んで、長島真治と水島真治の漫画間違えて買うってことはないかもしれないけど、あったら逆にラッキーかなと思うよね。